どうも、体道場楽生骨院教師の代表高野教師です。今日はちょっとご報告があります。今、メイ君の格好をしてますけれども、メイ君のサッカー部とですね、1年とちょっと、関わってきたんですけれども、インターハイ予選ですね、いわゆる県総体ってやつで、ちょっと区切りにしようかなと思っております。というのもですね、いろんな理由があるんですけれども、まあ、僕がまたちょっと、しっかりと頑張らなきゃいけないというところがありまして、まあ、無理にいまして、シーズン途中ですけれども、ここでちょっと、まあ、区切りという形にさせてもらいたいと思います。今日ね、会えた選手たちには、話もしてあるんですけれども、基本的には、まあ、行けなくなるんだけれども、まあ、LINE とか繋がってるのは全然その人間関係がなくなるわけじゃないので、もし、聞きたいことがあるとか、相談があるとか、だったら全然、連絡をしてください。メイクの子たちね、僕との縁が切れるわけじゃない。っていうか、まあ、むしろそちら、の次第です。僕のことに、僕に相談をしたいなと思えば、してくればいいと思うし、まあ、別に大丈夫です。こっちで何とかしますってことはそれでいいと思うし、それはもう自由です。ただ、僕はみんなのことを応援してるし、なんつうんでしょうね、すごくいい結果になることをすごく祈ってるし、まあ、今ちょっとね、リーグ戦ね、勝ててなくて、苦しいと思いますが、そして、県総体もね、始まるところですけれども、頑張ってほしいなと思っておりますので、ぜひぜひ頑張ってください。まあ、県総体まではね、僕も頑張って、ケアしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。でですね、本当に、さっき言ったように LINE とかね、どんどん連絡くれればいいなと思ってますが、治療をしてほしければ、来てもらえばいいなと思いますけど、その点は、まあ、僕の接骨院に来るという形になっちゃうので、あれだけど、そこもできる限りでいいんです。で、相談事だけだったらそれだけでもするし、言ってくれればいいかなと思ってます。本当に、マネージャーとかもね、テーピング負けるようにしてあげたいなと思ったけど、なかなかね、コロナもあって、時間がなくて、できなかったんですけど、できればマネージャーはね、テーピングぐらいパッと負けるようになってですね、本当になくてはならない存在になってくれたらいいなと思ってるし、選手自体はですね、自分の体のケアですね、トレーニング頑張っていくっていうのは当たり前なんだけれども、それをどういうふうに頑張ってくるかっていうことを意識して、トレーニングできるようにみんなにはなってほしいなと思ってます。なので、みんな頑張ってください。とりあえずは、来週、再来週のですね、県総体まで、一緒に頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。